まあ、あのスタートから、ね、選手たちには激しくいくように伝えてたんですけど、なんかうまいこと、ね、早く2点取りすぎて、さらにこう試合が難しくなるというか、その後は非常に長かったですね。はい、このゲームに関してというかはやっぱり守備からきちんと入って、でまあ、必ずチャンスが来るということで、まずは失点しないということを選手たちには強く求めました。その中でやっぱりきちんとね、選手たちが勝てたんで、ほっとします。選手たちもこう、なんていうんですかね、鎖から解き放たれたというか、もっと気持ち楽にね、試合できると思うので、今までよりも多分もっといいゲームがお見せできると思います。